さんこんばんは、スルメです。今回の服装はこんな感じにしてみました。あ、ヤッホーマグロ。服とカバンがお揃いな気がする。さすがおしゃれ大好きマグロ。今日みたいな晴れの日ってどんなおめかしをしようか迷っちゃうんだよね。スルピー的にはどれがおすすめ？でも可愛い感じがいいんじゃない？今みたいなこのお天気だとリボンをつけてみてもしっくりくるかも。ギョギョ、いやめっちゃしっかりつけとるやないか。リボンつけたらマグロ喜んでくれるかな。あ、でも意外と可愛いかな。マグロ見て、私のリボン。何？スルピーの夢がパティシエっていうの本当なのかな。いや言ったことない。え、言ったことないよ、パティシエになりたいなんて。与えとしたことが情報古かった。いや私言ってないと思うんだけど。なんだろう、それ以外。あなたの夢を教えてねと言われてしまった。難しすぎる。どうしようかな。ゲーム実況者になりたい。もうなってるんですけど、でももっとね、もっと私はゲーム実況者ですって胸を張って言えるぐらいのゲーム実況者になりたいですね。うん、オッケー。スルピーらしくてとっても素敵な夢だねって言ってもらいました。てかなんか私あれかもしれないですね、なんかめんどくさいからとりあえずパティシエって言ったのかもしれん、もしかしたら過去のスルメが。お互い夢を叶えられるように頑張ってこうね。頑張ろう。まあ、リボンについてはね何も言ってくれなかったんですけど、雪だるまにも挨拶しときましょう。このね、溶けかけの雪だるま。今日で最後の雪だるまさん。受け取ってくれずら雪の大結晶だす。ありがとう。夏ってどんな感じだすか？何事も人生経験だす。一日でいいから夏を過ごしてみたいずら。そうだよね。さ、この子たちね、4日で溶けて消えちゃうからさ、なんか思い出作ってあげたいんですけどね。なんか移動とかできればさ、いろんなところに連れてってあげたいな。なんか我が家にね、雪だるまさん呼ぶことができればいろいろおもてなししたいんですけど、それもできないからな。ちょっと雪だるまさんにさっきのリボンつけてみようかな。いや、まあちゃんとつけることはできないんですけど、なんか角度によってはさ、雪だるまさんがリボンをつけているように見える気がする。あ、この角度、めっちゃ可愛くない？可愛い。いやでも雪だるまさん自身はね動けないけど、物とかを置いてさ、ちょっと雪だるまさんを楽しませることはできるかもしれないから、ちょっとなんかいろいろね置いて、ちょっと雪だるまさんを楽しませてあげたいと思います。まあ本当はね、雪だるまさんを家に招いてさ、一緒にハイアンドローしたりとかさ、ゲームしたりとかしたいんですけど、まあねそれはできないからねって。いるー！いや、どうやって入ってきたの？瞬間移動？怖っ！不法侵入だしさ。まあ確かに家に招き入れたいとは言ったけど、勝手に入らないでよ。まあいいか。まあどんな方法使ってきたか知らないけど、来てくれたならね、一緒に遊びましょうか。って、やばい、出たいやないかーい！はい、ということで、今回のふざけマイデザインは、雪だるまのマイデザインでーす。はい、雪だるまはね、外にしかいないんですけど、お家の部屋の中にね、雪だるまがいたら楽しいんじゃないかなと思ったので、今回貼って使ってみました。なんか溶けかけの雪だるまの最後をね、我が部屋で見守るみたいな感じで、ちょっとセンチメンタルな感じになりますね。で、ちょっとビンタが遊びに来ちゃった。ビンタが遊びに来ちゃった。今実際のマイデザインを見せようと思ったんですけど、ビンタ来ちゃった。何、なんか撮影してるの分かったのかな、なんか察してきたのかな、撮影してるの。さて、探検しちゃおっかな。ダノラ可愛いんですけど、すごいタイミングで来たね。あ、じゃあビンタさ、来てくれるかな、見に来てくれるかな、一緒に。さあ、ビンタと雪だるまご対面なるか。あ、来てないわ。残念でした、来てくれず。なんかさ、来てくれる時と来てくれない時あるよね。あれなんか基準あるのかな。
はい、ではですね、中断されてしまったマイデザインをね、お見せしたいと思います。ビンタ放置してごめんねっていう感じなんですけど、まあ、説明中に入ってきたあなたもあなたなので、はい、こんな感じですね。枠を3マス分使っております。で、雪だるまがね、2つあるんですけど、これ実はね、このマイデザインは以前に作ったことがあるマイデザインで、冬にしかいないはずの雪だるまが夏なのにまだいるっていうね、動画を出したんですよ。なので、こちらの2つはですね、夏の草の影をつけているんですけど、今回はお部屋なのでね、影はいらないということで、こちらの影なしバージョンを作りました。このね、もう一個の雪だるま2、こちらはもともと影がついていなかったので、どっちも兼用で、影あり影なし兼用で使えます。ちなみにお部屋への貼り方はですね、こちらの影ありバージョンをちょっと貼ってみようと思うんですけど、こちらのこの辺に飾るタイルマットで部屋にね、飾ることができます。なので、この1番とこの兼用の2番と3番をですね貼って、あとはこちらのお部屋の模様替えで向きとかを変えることができるので、はい、これで完成です。はい、見比べるとね、こんな感じなんですけど、まあ、影ありバージョンでもね、お部屋に飾ってもそこまで違和感はないかなとは思うんですけど、お部屋に飾る場合はね、こちらの影なしバージョンの方がおすすめです。はい、こちらの影ありバージョンはね、もともとマイデザインショーケースで配布してますし、こちらの今回のなしバージョンもね、配布したいなと思っておりますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、ではちょっと放置していたビンタに会いに行こうと思います。ビンタ、待たせてごめんね。あー、ごめん、まだ帰んないでそりゃ放置されたらそうなるよね。ごめんごめん、ビンタ。あー、お土産なし、ありがとう。あー、ゲームしよう、ゲームやるやる、ハイアンドローやりましょう。アランセーター、ありがとう。8、めちゃめちゃチャンス問題普通に考えたら8よりね、小さい数の方が多いので、もう完全にこれは小さいだと思うんですけど、たまにやってくるんですよ、この子たち。8で9とか2からの1とか、たまにやってくるんですよね。だからちょっとスルメ賭けに出たいと思います。これ、この状況で大きいにして9で勝ったらかっこよくない？ちょっと大きいでいこうかな、私いきます、どうだ。2 めっちゃ普通だった、めちゃめちゃ普通だったわ。ちょっと読みすぎちゃったよ、スルメさん。ちょっと残念でしたね。また遊ぼう。この間何かで聞いたんだけど、いい椅子っていうのは長い間座ってても疲れないんだって。スルルが持ってるタンクレストイルはどんな感じなの？だのらほら、いや、我が島のね、住民さんたちはみんなね、やっぱトイレを椅子っていう認識してるんですよ。さあ、ビンタ、どこでも好きな椅子に座っていいですからね。遠慮しないでね。さあ、ビンタ。お、どの椅子に座るのでしょうか。吟味して、お、決めました！そして漫画を読み出しました！ちょっとお隣失礼しますね。トイレデートでーす。漫画に夢中なビンタが可愛すぎる。はい、ではですね、ビンタは帰ったので雪だるまさんのところに行きたいと思います。はい、雪だるまさんにね、とっておきのものを用意しました。まずはこちら、氷のアーチね。やっぱ雪だるまさんには氷のアーチがとっても似合うんじゃないかなと思います。そして雪だるまさんはね、夏に憧れているということで、夏っぽいもの、ババン、ビニールプールをね、用意しました。目の前に夏っぽいものがねあるということで、雪だるまさんも嬉しそうな顔をしております。はい、そしてですね、雪だるまさんは夏もそうなんですけど、春もね多分見れないと思うので、こちら桜の花びら、そして秋もね見れないと思うので、赤い落ち葉、春夏秋冬大満喫セット。はい、もう雪だるまさんもね嬉しそうで仕方ないという顔をしております。はい、てかね、この桜の花びらの山とさ、赤い落ち葉を両方ね、いっぺんに置いたことがなかったので、こんなに大きさに差があるんだなってことに今気づきました。
こんな感じで散らしてあげると余計ね、雪だるまさんも嬉しいんじゃないかなと思います。さあ今の気持ちをどうぞ。みんなの熱い視線で溶けるならそれは雪だるまの本望です。もし次生まれ変わってもオラはオラのままがいいですな。大満足ということで、はい、雪だるまさんが大満足してくれればね、私も大満足でございます。はい、ということでですね、今回は雪だるまのマイデザインで遊んでみました。こんな感じでゆるっと楽しく集まりやっております。この動画やマイデザインが少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお願いいたします。はい、次回の動画をまた見ていただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。